アポロシアターは、ポピュラー音楽において、アメリカ合衆国で最も著名なクラブの一つであり、アフリカ系アメリカ人のミュージシャンやアーティスト専用とも、言えるほど関わりの深い有名なクラブである。ニューヨーク市マンハッタン区内の黒人居住地区、ハーレムの125丁目に位置し、毎年130万人が訪れるニューヨークの観光名所の一つとなっている。 1860年代中頃に EN、エドワード・フェデーロによりダンスホールとして設立され、彼のリース期間が切れた1872年に劇場に転換された。その後閉鎖されるが、アポロシアターの名前は受け継がれ、1913年に新しくアポロシアターが設立された。現在の建物は建築家ジョージ・ M ・カイザーの設計で、この時に建てられた。この時は、 ジュールズ・ハーティグとハリー・セアモンによって運営されるバーレスクスタイルの劇場であった。1932年にシドニー・エス公演がこの劇場の新しいオーナーとなり、1934年に黒人のエンターテイナーを雇うニューヨークで唯一の劇場としてオープンし、黒人文化の象徴的存在となった。初めて白人として、 アポロシアターのステージに立ったのは1957年8月のバディホリー及び彼を含むバンドクリケッツであるが、プロモーターは白人として言って出演を依頼したのではなく、曲を聴いてその音楽性から黒人と間違えて出演を依頼した。ホールに着いた彼らを見てプロモーターは慌てたが、すでにどうすることもできず、仕方がなくそのままステージに立ったという。 観客は彼らを見て戸惑ったが、最終的に彼らを受け入れ好評のうちに、ステージは終了した。1934年以来、アマチュアの歌手やダンサーが出演する、人気イベント、アマチュアナイトが行われている。プロへの登竜門と言われ、エラ・フィッツ・ジェラルド、ビリー・ホリデー、ジェームス・ブラウン、ダイアナ・ロス、マービン・エジャクソン・ファイブ、スティービー・ワンダー、アレサ・フランクリン、 ベンイーキング、ローリンヒル、サラ・ボーンなど多くのスターを輩出してきた。毎週水曜日に開催され、観客の拍手で優勝者が決まり、上位入賞者は1ヶ月に1度行われる、ショーオフに出場、さらに上位入賞すれば3ヶ月に1度行われる、トップドックに出場できる。さらに勝ち抜けば年間チャンピオンを決める、スーパートップドックに出場できる。 スーパートップドッグまで出場を進めた者は、この劇場版、アマチュアナイトから、全米放送のテレビ版、アマチュアナイト、ショータイムアットザ・ポロへの切符を、オーディションや、スカウトなしで手にすることができる。反対にブーイングを浴びると、放棄で舞台から吐き出され、パフォーマンス途中で、強制退場させられる。ショータイムアットザ・ポロは昔は、劇場版と同じく歌。 ダンスなどすべてのジャンルが同じ土俵で競っていたが、現在では歌部門とダンス部門に分かれている。歌部門では連続3回勝つとシーズン最後の決勝に進むことができ、ダンス部門では毎回勝ち抜きでシーズン最後の決勝大会で勝ったものが年間優勝となる。1975年に資金難や治安の悪化から一時閉館したが、 1983年にニューヨーク市歴史建造物及びアメリカ合衆国国家歴史登録罪の認定を受けて復活しアマチュアナイトも1985年から再開された1991年にニューヨーク州が経営を引き継ぎ現在は非営利団体によって運営されているステージから見た客席2000年に第2回ダンス甲子園準優勝チーム 霊館山チンカ館のリーダー田中すぐるこうが、ソロダンサーで3度連続チャンピオンを獲得し、スーパートップドッグで日本人初の年間ファイナリストになる。同じ年に日本人3人組ダンスグループ、リナワールドがアマチュアナイトに出場し、年間準優勝者となった。2001年、日本人7人組ダンスグループ、ビトリプが出場し、 日本人初の年間優勝者となった。2006年には、ショータイムアットザーポロに、日本人、ソロダンサー、上野孝弘が出場。史上初の9大会連続優勝を成し遂げ、東海場の記録を塗り替えた。2007年に2001年の年間優勝ダンスチーム、ビトリプのリーダー、エビナ・ケンイチが、ショータイムアットザーポロにソロダンスで出場し、7回連続優勝の後、 二巻目となる年間優勝者となり、二年続けて日本人ソロダンサーがダンス部門の年間チャンピオンとなった。2016年アニメーションダンスチームアディットがオーディションなしで出場。年間ファイナリストとなった。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。 A.B. ニューヨークシティ、ランドマークスプリザーベーションコミッションドールカート、アンドリューポスタル・エス・ポスタル、マシュー・エイ、ポスタル、マシュー・エイ、ガイド2、ニューヨークシティ・ランドマークス、ニューヨーク、ジョン・ワイリーサンズ、ISBN 9780470289631。P202、大泉洋、安田県も絶賛。ノール島太子製、NY の音楽の伝道。 アポロシアターで圧巻のパフォーマンス、ヤフーニュース、ヤフーニュース個人、2021年7月11日閲覧、ありがとうございます。